すべての責任は私にありますとおっしゃったんですよ。市長、ドリームビーチ大事にされましたね。違法状態を除却するまでは看過するわけにいかない。この2年間徹底的に議論したんですよ。そして今こうやって動いている。昔からの姿勢が続いている、これ状態じゃないですからね。市長になられてからこのことが今起きているわけですが、責任の所在と是正とどうあるべきかと、ご自身の責任についておっしゃってください。委員長。市長。先日一般質問のときにも、ご質問、花粉聖子議員ではありませんでしたけれども、その時も私はお話しさせていただいているように、私自身はもちろんですけれども、職員に対しても、法令遵守と、そして、公平、即効性な行政運営を行うよう指導させていただいているところであります。どの申請におきましてもですね、その考え方というのは変わらない。職員もそれは自覚をされているというふうに思っております。しかしながら今現在、中村聖子議員からご指摘をいただいた、いわゆる完了検査が終わっていない段階で、施設を利用されていたのではないかというご指摘かと思います。今原文の答弁をお聞きしますと、その状況を確認できていない状況だと思いますので、私自身は責任者としてですね、まずそれを早急に現状を確認をし、もしそのような状況があるならば、当然にそれに対しての改善を図っていかなければならない。また本来であれば、その完了検査を終えてから使用されるということを考えますと、その事前の使用状況においてですね、姿勢として常々把握をしておかなければならないというふうに思います。確認等においてですね、行き届いていない実情もあると思いますので、それは市政の、行政手続きとともにですね、その確認の仕方について、それもし事実だとするならば、改めていかなければならない。それが私自身としては責任を取っていく内容ではないかなというふうに思います。9割ほぼ話したこと全然は結構です。それで法令違反行為が起きているとなったときに、あなたは全責任を取るって言ったんですから、取られますね。まずそれだけです。お答えください。市長。まずはその状況をですね、早急に確認することがまず大事だというふうに思っております。その上で、その状況を見た上でですね、職務としてですね、責任を果たしていかなければならないと思います。中村委員、早急に確認して示していただいて、事実関係を示していただいて、所見責任の所在場所を明らかにしてください。よろしいですか。その際の一点だけ委員長、市長から市長からお願いします。先ほどもお話、同じ答弁になってしまうかもしれませんけれども、まず早急に確認することが大事だというふうに思っております。委員長から。